ット集団の旅ジェムのフォロワー数をでもたくさん知ってもらうためにこのビラ配りを今からしたいと思います。楽しんで旅をしましょう。はい、やーじえジェム武田神社にやってきました。じゃあ早速行きますかね。レッツゴーレッツゴーすごく実感してますし、一期一会でこう出会わせていただいて、その方とまた出会えるように私たちも気持ちを伝えていきたいなっていう思いで目指してる。将来の最終的な目標がこう自分たちの県でドームツアーをしたいっていう大きな夢があって、叶えるにあたってやっぱりこう東京だけではなく地方に住んでるファンの方も皆さんもどんどん増やしていかないとですね。でもそのためにも本当に今回のこの旅がすごく重要になってくると思うし、今回こうやってたくさんのところに行かせていただけることはなかなかないことだと思うので、あの感謝の気持ちを忘れず、あの新しいジェミリーを増やすことだと思います。その自分が日本におるからこそ日本のことをもっと知っていかないといけないので、今回の機会を踏まえて日本をもっと知りたいなって思います。山登りに行ってた？あ、ツリンちゃんと合流。イエイ、ヤッホ、おはよう。おはよう。なんてこれから私はみんなと違うところに行くんですけど、あの山梨県の良さをちょっと感じていきたいなと思います。昇仙峡着きました。イエーイ。ロープウェイのとこ着きました。この登った上にはパワースポットがいっぱいあるみたいなので、そこでちょっといっぱいパワーをもらっていきたいと思います。あ、すごい、木が当たりそう。これから皆様をご紹介する山頂は、これからヤサブロウ岳、片道20分に行ってきます。もっといろんな地方の方にジムを知っていただきたいので、あの一人一人積極的にジムですってアピールして、声かけた方とかにもライブで来てくれてジムとして頑張りたいなと思います。和合権現、縁結びとかの神様もいるらしくて、あの山梨に来てたくさんの方との縁とか出会いとかをもっと広げたいと思うので、広がったらいいなと思います。ということで、たくさんパワーを昇仙峡にもらいました。今日はですね、スペシャルゲストをお迎えしました。この方々です。皆さんこんにちは。 We are GM ジェムです。今日なんですけども、18時から伊東洋華堂甲府昭和店さんにてイベントを行います。はい、失礼します。失礼します。社長、社長、おはようございます。いや、 GM ジェムです。よろしくお願いします。そしてこれがあの一番新しく出たシーズン、よかったら聞いてください。よろしくお願いします。チーズ。ありがとうございます。
ありがとうございます。ジムっていう名前を全国に広めて、ジムって知ってますかって聞いた時に知ってるってたくさんの方が言ってもらえるように頑張りたいなと。ジムを知ってもらうために、そして一般の人をアイドルオタに引きずり込むために頑張ります。すごい。3度目に作られたグループだからって言って1位になれないってことはないと思うので、1位目指して頑張りたいなって思います。結構声が低めで、だから結構アイドルっぽくない歌声だねっていう。でもジムに入ってそのダンス&ボーカルっていう子に入れたので、だからこの声も活かせれたっていうか、ギャラリージェムというここ歩いててジェムって書いてたので、これはちょっと一つの運かなって。あ、そう。はい。あと、イトーヨーカドー広告書祭りさんで6時からライブさせていただくんですけど、頑張りますよ。応援してほしい。ありました、ファイヤーファール。初めて本物を見ました。一輪ですよ、私の宝石。一輪尽くし欲しい。女の子、女の子とかもにも学生とか知ってもらいたいですし、あとはやっぱおばあちゃんおじいちゃん、やっぱ老若男女の人に知ってもらいたいなと思います。やっぱこの持ち前の明るさで頑張りたいと思います。ジェムっていうだけでなんかこう分かっていただけるような風にしたいので、やっぱりこう地方でジェムをしてくださる方が増えたりして、でその地方の方とすごいなんか仲良くなるというか。今からストリートライブをします。そのお買い物に来た人をターゲットにします。はい、これが CM です。これから工夫していきたいな。なんかやってる間なんか誰もいなくて、このジェムの告知ができてないので、こうパネルとか自分たちで作って、そのやってる間でもこうジェムっていうのを知っていただけるようになんか工夫していきたいなって思いました。お店に来た時は可愛いイメージだったんですけど、やっぱりなんかプロだなっていう感じ。最終的には娘みたいですよね。日本列島縦断の旅です。今日は山梨県ということで初めての場所だったんですけど、あと2階とか全然知らない方とかもいてくださったりして、おばあちゃんとかも一緒に笑顔で笑ってくださったりして、 もっと楽しんでもらいたいなっていう思いがいっぱい出てきて、意味のあるものにしたいなって思います。ゲームの大人とお母さんが見に来てました。あー、やった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 ー。こんなことってあるんですね。なんかすごい、よく分かるし、優しかった。やっぱりこれこそ一期一会やな。こういうのをさ、どんどん増やしていく。お父さんお母さんありがとうございます。ありがとうございました。これからも